はい、皆様どうも。本日は超久々、ガチャ系アプリの実況、無限ガチャというのを遊んでいくぞ。なんとこちら、いろんな種類のユニークなガチャが好き放題。まずは、どんな種類のガチャがあるのか見てみるぞ。寿司ガチャ、ネタがやばいぞ。なんかガチャって、いくつになってもワクワクしますよね。それね、最近リアルで10年ぶり以上にパンダガチャ引いたのですが、めちゃ楽しかった。でもさすがに恥ずかしかったらしく、3秒で引いて立ち去ったそうな。それは言わないで。それにしても結構な種類があるのね。これはたっぷり引けそうです。はい、これでラスト、妄想生物ガチャ。いろいろあったけど、一番気になったのは、寿司ガチャってことで、本日はこれメイン。最初のネタは？布団も食べられますって。なるほど、なかなか斬新なネタの寿司のようだな。今度は一気に10連。お、まさかの普通に美味しそうなの。あ、こういう系もちゃんと出るのね。明太子からの次もちゃんと食材、キノコ。いや、食欲そそらねえ。お、今度は炭水化物コンビ。食べ過ぎは注意。からの来ました。小学生に大人気、鉛筆寿司。嘘つけ、人気出るわけねえわ。さあ、お次はどんなお寿司かな？ピザ寿司、これは普通に美味しいんじゃないか？ちょっと食べたい。からの鉛筆また来たー。かぶることもあります。雑巾、これは今までで一番嫌だ。せめて食材にして。お、ちゃんと食材だけど、手抜き感半端ねえぞ。それじゃあ一旦、ちょっと別のガチャも回してみましょう。妄想生物ガチャ2。あら、予想外に可愛い、そしてアニメとかに出てきそう。じゃあもう一回だけ。出ました、パンのお馬さん、その名もパンパンマ。絶対名前アンパンのヒーロー意識してるだろ。それじゃあお次はこちらのガチャ、合体ガチャだぜ。出ました、ゼントくん。あたし知ってる、これに名前も姿もめっちゃ似てるキャラを。お次はちょっと気になっていたドラゴンガチャ。解説しよう。なんとこのバナートン、体に生えたバナナで獲物を誘惑し捕獲、超頭脳派ドラゴンなのだ。こうやってマイバナナで獲物を誘惑するドラゴンもいれば。出ましたバナトカゲ、こいつは自分のバナナ食っちゃうぜ。いや、トカゲって、ドラゴンじゃないやん。それじゃあ最後、また寿司ガチャで美味しいネタ出るまで引き続けて終わりにするぜ。ブロッコリー、ダメね。植木鉢みたいに寿司使うな。歯磨き粉。これは食べなくてもわかる、まずいやつやん。マヨ、まだマシだけど妥協はしない？はい、ついに噛めないもの来ました。そしてここですごいの来たー。ネタは持ち帰って鑑賞よって。ここで謎の生物登場、毒あります感が半端ないネタ来ました。またブロック、なかなか美味しくいただけるネタでないぜ。マヨに続いてケチャップか、食べれるけど、美味しいとは言えない。グロテスク。お、ここでかぶりだけど美味しいと言っても大丈夫そうな明太子軍艦。ってことで本日はここまで。ではまた明日。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。